阪神日本ハム29日、日甲子園球場。日本ハムの新庄監督が試合前のメンバー表交換でサプライズを実行した試合開始前の甲子園に大きなどよめきが走った三塁側ベンチから登場した新庄監督はなんと縦島の阪神のユニフォーム姿で登場背番号は入団当初の63番で新庄監督のネーム入り トレードマークの赤いリストバンドをつけた現役当時の姿を再現した岡田監督とはハイタッチこそしなかったもののがっちり握手そのまま審判団と共にバックネット側を向いて並びスコアボードをバックに写真撮影したその後は一人でマウンド手前まで行き四方を向いて頭を下げファンに挨拶した雨天中止となった前日は岡田監督とのハイタッチについて ノーコメントと話し、まあまあ見ておいてくださいと何らかのパフォーマンスを行うことを匂わせていた。プレーボールがかかる前なのでね、ファンあってのプロ野球だし、ここで育ててもらって。記念にねと話していたが、想像のはるか上を行くサプライズに岡田監督も苦笑い。甲子園の阪神ファンからも、どよめきと拍手が湧き起こっていた。